はい、その15です。My birthday wish is that if I were to be privileged enough to be your next Miss International, I can continue to stimulate children around the world to read. In Venezuela, I have devoted a great part of my time serving as an history teller for less favored populations, and I'm living proof that reading is the way towards knowledge. My goal as Miss International is that every child around the world have access to books that speak about tolerance, respect, and happiness. I firmly believe in the power of dreams to change societies, and think if every one of us takes on the duty of reading a history to a child, that child will be more educated and the world will be happier. That is my birthday wish. ありがとうございました。私にとってはさらに特別な一日になります。実は今日は私の誕生日なんです。私の国では誕生日に自分の願い事をあえて人には言わないというのが伝統ですけれども、今日は例外とさせていただきます。私の誕生日の願いと言いますのは、ミスインターナショナルになった暁には、全ての世界の子どもたちに本を、与えるということです。なぜなら読むことを通して多くのことを学べる、そして大きな知識を得られると信じているからです。そして全ての子どもが、本を読むことで、そこで教科の多くを学び、そうすることで世界が幸せな場所になるのだと信じております。どうもありがとうございます。はい、なんかベネデーラーです。なんか今日この大会が誕生日ということですね。なんかすごい大会になっちゃったなーって感じがあります。はい、次はフィリピン代表です。こんばんは。Miss International is a celebration of youth and empowerment. I've always believed that age is not a barrier to reach our dreams or to have an impact on others. At 15, I started to help programs in my community for street children. At 19, I graduated college. At 20, I realized that I can speak for good causes to a wider audience. That's why I joined our national pageant. If I become Miss International, I would continue being the voice of the youth in showing that nothing is impossible with hard work and determination. And with these beautiful ladies with me tonight, a family of beauty queens, all beautiful young dreamers and achievers, we will show the world that it is love, peace, and beauty that we truly care about. And together, we shall make a difference. どうもありがとうございます。皆様、こんばんは。ミスインターナショナルは、これはみんなでこうお祝うことです。それは若さ、そしてやはり若い人がどんどん社会で活躍するということをみんなで祝う、そんな場だと考えています。若さ、年齢はいろいろな活動、自分がやりたいことをやる上で障害になるものではないというふうに私は感じています。実際私は15歳の時から母国でストリートにいる子どもたちの支援の活動を行ってきました。そして19歳で大学を卒業し、20歳ではやはりそうした慈善活動で自分が発言をすることの意義というものを感じて活動を始めました。です、それがきっかけでこのミスインターナショナルにも応募をしました。
ミスインターナショナルに私がなった暁には若者の代弁者になりたいと思っています。そして努力することで、そして継続することで夢は叶うのだということを伝えていきたいです。そして今回この大会に参加している全てのこの美しい女性たちと共に愛、平和、そして美があればこの世の中は変えられるのだということを発信していきたいと思います。ありがとうございます。はい、フィリピンをですね、愛、美、平和を求め世界変えられるということをね、強く喋っていただきました。なかなかいいことを言ってくださいます。はい、はい、ここでですね、10月23日にミスインターナショナル日本大会で選ばれたですね、なんか代表が来ましたね、はい、短い字で岡田智美さん、その隣がですね、文本真由奈さんでしたっけ、次がですね、今拡大、確か寺西真帆さんですね、で、次がですね、文本美咲さん、で、次がですね、田中陽さんですね、はい、この方がですね、なんかプレゼントをなんか、現在ですね、5人の説明はちょっと時間の関係上ですね、10月23日 の僕の動画を出たご説明していると、それをちょっと参考いただければ幸いでございます。はい、はい、これはなんかミス5大陸でした、その受賞式の様子です。続いてはミスインターナショナルヨーロッパ goes to ミスネザーランド。Miss International Africa goes to Miss South Africa. Miss International Oceania goes to Miss Guam. Congratulations.以上5名がミス五大陸を受賞されました。おめでとうございます。はい、ですね、このプレゼントを渡すので、このミスインターナショナルですね、まあスポンサーである会社ですね、確かアルテサロホールディングスの社長だったんですか、その方がですね、まあプレゼントを渡すということを、まあこれから行います。石山はじめ様、ミスインターナショナルヨーロッパにはミライズ栄進事業株式会社代表取締役山本慎二様、ミスインターナショナルアフリカとミスインターナショナルオセアニアには株式会社ウェーブコーポレーション取締役営業本部長石井武弘様にお願いいたします。それでは授賞式を始めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはミスインターナショナルアジア、シンガポールに贈られました。 Congratulations、 おめでとうございます。続きましてミスインターナショナルアメリカ、アルゼンチーナ、おめでとうございます。コングラチュレーション。続いてはミスヨーロッパ、ミスインターナショナルヨーロッパ、オランダです。ミスネザーランド。おめでとうございます。コングラチュレーション。続いてはミスインターナショナルアフリカ、南アフリカ代表ミスサウスアフリカ、Congratulations。
そしてミスインターナショナルオーシアニア goes to ミスグアム。おめでとうございます。それでは記念撮影をお願いします。 We will have a photo session now。 それではフォトセッション参りましょう。どうぞセンターに進んでください。このショーは本当にまさに仲間に投票するということですからね。それぞれの舞台肉で一体誰が、そういった友情も含めてコミュニケーションの力、能力もあり、仲間を思いやっていたのかということがここに結集しております。さあ、お写真の方よろしいでしょうか。 Would you look at the center light? 真ん中あたりをご覧いただくと、今メディアの皆様にお写真を撮っていただいております。ミス五大陸です。もう一度皆様、はい、その16に行きます。ありがとうございます。